原宿です。どうも、室木お寿司です。いや、お寿司さん、はい、ね、悲しみゴリラ川柳本、11月20日に発売ですけども、はい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 、え、もうこれが流れる頃には発売もうしているでしょ。しているかな。していないギリしてないな。してないんですけど、うん、あ、もうでもすぐじゃない。今日何日。今日19でしょ、多分。今日が19ですよね。じゃあもう明日だ。明日発売です、ね。それを調べてから撮れよって話なんですけども。そうだよね。明日だよね。あ、そう、明日だ。明日、うん、悲しみゴリラ川柳、室木お寿司初書籍が発売となりますので、うん。ね。皆さん明日書店に、ね、多分一冊しか入荷してないと思うんですけど、各書店に。なんかね、もう3冊ぐらいはあるだろう、多分。どうなんですかね。いや、でもね、本当にね、多分、近くにないと思うんですよ。俺の予想。よくさ、なんか、近くになかったですみたいな報告ある。あるあるある。あれがね、多発しそうな気がするんで。うん、まあ、普通入荷しないですからね、そんな。いやいや、なんだこれってなります。店長が、こう、冴えてるやつだったら。するだろうな。いや、愚鈍な店長じゃないとね、平積みとかにはならない、ね。平積みはないかもな、怖いな。まあ、Amazon。Amazon。確実にね、そうです。入手したい方は Amazon で買っていただいて、そしてなんと、うん、その書籍の発売に合わせてですね、12月8日に、そうです。僕とお寿司さんでイベントを、はい。やらせていただきますんで、はい。12月8日になりました。はい。ちょっとね、まだ詳細は伏せておきますけど。会場も一応決まってるんですよね。会場は、うん、高円寺にある。高円寺。文禄堂さん。あ、あのね、有名な本屋さん。あ、有名ですか。有名なね。そう、ちょっと今俺。イベントとかをやれるところがあるっていう、ね。あ、そうなんですね。なんかね、本を出した人がこう、うんうん、イベントするような。はいはい。確かね、人数が30から50人ぐらいって聞いたんですけど。はい、多すぎますよ。え、ゴリラ川柳のイベントに。いやいや、俺ちょっと少ないんじゃないですかねっていうのはちょっと伝えたんですけど。7人を見込んだ。7?7 だったら。集客7人を見込んだ。それはもうやめて。お寿司さんの食べっ子動物のイベントと同じぐらいの集客。あれは、あれか、やっぱ。あれを超えようっていうのが目的ですから、ね。確かにね、うん、食べっ子動物の方がつかみいいから。今回もぜひ食べっ子動物をねやっていただいて。ああ、やばい、ちょっとこういうことがあるから嫌なんだよな。なんかことあることになんかもしかしたら振られんじゃねえかみたいな恐怖があるんだよ。すぐね、あれ勘が鈍るからね、あれ。あ、そうなんだ。そうなんですよ、ね。まあ、ちょっと何をやるかはまだ分かんないんですけど、ゲストも多分呼んで。そうですね、呼びます。ゴリラ川柳についてね、濃密に5時間半は喋ろうかってね。まあちょっとね、5時間半で足んないかもしれないですけど。返さない。返さない、返さない。もう高円寺に今日は泊まるという気持ちで。来たら最後っていうイベントにしようと思ってる。いやいや、そんなことないよ。本気にされたらちょっと困る。じゃあ行くのやめようとか思っちゃうからね。まあまあ、無料で。本当に、あ、ただ本はね、ちょっと、サイン会を兼ねようと思って。サイン会兼ねますんで。まあ、まあサインはいらねえっていう方はもう別に帰っていただいてもいい。まあそうですね、そりゃそうです。まあ、あとね、多分ですけど、うん、何か配布しようと思ってます。あ、現地でしか、そうです。入手できない。その時しかもらえない。オリジナルグッズ、ちょっと後日発表しようと思いますけど。そうですね。まあ、詳しくはもうちょっと後で告知しますんで、はい、まあそういうイベントも、やりますってことでね、はい、ぜひぜひゴリラ川柳買ってくださいと。ぜひお願いします。はい。で、何を話そうとしてたんでしたっけ、今日は。やっぱりあれじゃないですか。何ですかね。そうですね、お寿司さんがおもころで書いてくれた。ああ、そうです。あ、エロい小学生は帰らない。エロい小学生は帰らないのね。あれもなかなか好評でしたんで。ええ、うん、そうですよ。よかったですよ、あれ。ありがとうございます。PV、ページビューっていうのでね。はいはい。おもころは結構人気とかを測ってるんですけど、うんうん、ページビューもすごく良かったし、ありがとうございます。本当ね、本当にツイッターでもなかなか皆さん楽しく読んでいただいたみたいで、うん、脱衣麻雀を、エロいシーンを隣の席から、うん、そうそうそう、自分がやってるんじゃないっていう、ね、そうそうそう、客観的に見るみたいなやつって俺もすごいやってた。そうなんだ。あと離れたとこから見るとか、そう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 、俺じゃないよみたいな感じで見るとかすごいやってたので。いや、ちょっとあの距離は近すぎるよね。そう、もう俺がこれを脱がしてるっていうのはちょっと耐えられないんですよね。そうそうそう、子供は耐えられない。子供やるなって話だけどね。ね、あとまあエロ本をね拾いに行くっていうのもやっぱやってましたからね。僕の場合は
当時マンションに住んでて、はい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 、1階にそのなんていうんですかね、いらなくなった本を、はいはいはい、みんなが積んでいくコーナーみたいなのがあるんですよね。紙をゴミ置き場が、はいはい、でそこにエロ本がたまに捨ててあることがあって、うんうん、あるでしょうね、うん、それをやっぱ狙うわけですよ。なるほど、ハイエナのようになるほどね、異常な量落ちてる時とかもあるからね。そっか、それはどうすんの？年一ぐらいでどっかに住んでるやつが年一で飽きるんだね。こっそりもうエロ本がドカーンって置いてある時あってああ、でもなんかそうなると不思議となんかね、こう、ああ、高揚感みたいなのがなくて、そうなんかね、ジムになるってね、もう、ああ、作業になってきて、ああ、じゃあどれ持って帰ろうかなみたいな感じでちょっと困るみたいな、その量は困るわみたいな感じになったりとか、ああ、多すぎダメだね。まあ拾って本棚のね後ろかなんかに隠しておくっていうのはやっぱもうルーチンとしては、ああ、本棚の後ろなんだ、やってはいましたね。なるほど、うん、俺はね、あのね、道具箱の、はい、俺絶対見つけられない場所を発見して、はい、道具箱ってあったでしょ、うんうん、小学校お道具箱、お道具箱、のりとか、そう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 、入れてたやつ、ね、そうそう、だから学校の教室、うん、机の中に入れるやつあるある、あれを家にも置いてあって、うんうんうん、で道具箱って蓋閉められるじゃないですか、はい、で蓋をあの使ってる時って開けてないといけないから、うん、蓋をこう下に重ねるでしょ、重ねる蓋の中に道具箱を入れて、そう、まあ、いつでも取り出せるように状態しとく、そうだった、その蓋と本体の間が、うん、ここ絶対誰も開けないとこあ、もうここ、そこがもうブラックボックス、そこブラックボックスで、うん、俺はもうそこに入れてて誰にも見つかんなかった。でも厚みがすごかったらもう箱浮いちゃってさ、うん、えってなるんじゃない、何これ。いや、そう、確かに何冊も入れたらね俺はもう1冊だけだった。あ、1冊限定のポジションなんだ、そこ。その俺は自分じゃ買ったことないし、うん、それも兄貴の部屋にあったやつをパクったんだ。あ、なるほどね。もうね、それ2、3年ずっとそこに入れてたん、うんうんうん、兄貴の辺まくったやつを、はい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 、めっちゃいいエロ本だったからまくったんだけど、めっちゃいいエロ本だったそう、それをね3年後ぐらいにミスって、うん、見た後に、うん、しまい忘れちゃったんで、はい、もう部屋に、自分の部屋のどこかへ忘れたら、うん、即兄貴に取られたの。ああ、兄貴ずっと探してたの、いいエロ本だからいいエロ本だからあいつがやってたのかみたいな感じで、そうそうそう、あ、でもあってよかったみたいなんで回収した。そうそうそう、兄貴兄貴でさ言えないじゃん、お前取ったろっていうのも、あ、でもそこはもう水面下のやり取りで、そうそうそう、ずっと伺ってたと思うんだよねすごい、そのこと覚えてんのかな、お兄ちゃん。ああ、どうだろう。このエロ本どう思ったのみたいな。3年後に発見されてさ。確かにね。それちょっと聞いてみたい。確かにな。なんか覚えてる？エロ本どんなのかって。あ、だからそのね、ずっと撮っといたやつが、はい、すげえ好きだったんだけど、うん、それはでも助教師ものだったんですね。結構コアなエロ本なんですね。コア、まあ、いや、普通のエロ本なんだけど、うん、特集でなんか、助教師的なやつがあって、はいはいはい、そのやつがすっごいエロかったの。はい、その女の人も好きなタイプの人だったし、うんうんうん、それはなんか学校の先生が結構その美人の人がいてみたいな、うん、いや全然そんなことないんだけど、うん、とにかくね大人が好きだったの俺は。なるほど。年上が好き で、うん、で、まあ、近場にいる年上ってやっぱ先生じゃないですか。先生ですね。だから、うん、なんかリアリティがあった。はあ、はあ、なるほどね。自分を置いて。はい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 。そういう、なんか想像力をかき立たせるようなエロさがあったっていうことですね。うん、それはいいエロ本ですね。エロソムリエ。僕が読んでたって言ったらおかしいけど、よく。熟読してたの。見たのは、あの、ドントってやつとか。ああ、アルファベットで。ドント。あのね、サイズがね、ちっちゃいんだ。ああ、ボムとか、そういう系だ。ボムとか、投稿、にゃんにゃんクラブみたいな。サイズのちっちゃい版の、はいはいはい、エロ本ってあって。サイズのちっちゃいって、なんか、すでにエロい感じするよね、うん。なんかいいんですよね、あのサイズ。秘密感というか、なんか小脇に抱えていられるような。抱えねえ。逆にでかいとなんか俺ね、あんまりだったかもしれない。デラべっぴんとかは、すごいでかいじゃないですか。でかいでかい。あのサイズなんかね、手に余るというか、うん、そんなに俺エロを抱えてらんないっていう、そこまででかくないと思うけど、気分になってなんか隠せないんじゃないかって気持ちになっちゃうね、あのでかさだと。あ、まあ確かに隠すのは難しくなるかもね。隠すならやっぱドンととか、うん、
あのサイズがやっぱり良かったんだよね。なるほどね、うん、でもデラべっぴんは圧倒的に可愛かった、うんうん、あ、質は良かった。質が良かった。うん。あと、クリームとかもあったかも。あ、クリームあったな、うん、セーラー服系のね。なんかさ、うん、昔のエロ本って本当にさ、うん、すげえブスが多かったじゃないですか。あ、でもまあ今に比べたらそうでしょうね。うん、今はちょっと異常なほど可愛い子。今はもうアイドルとね、差がないから。そうそうそう、もう異常ですよ。うん、昔本当なんかね、短足だなっていう。やつがすげえいた。えっていう人はいたよ。そうそう。嘘でしょっていう人は結構いた。いたでしょ、うん。それでもなんか渋々っていう感じで。そうね。そう、それはそうだった。あとなんかそういう本にやっぱあのビデオのね、販売のやつとかついてて、見たいなーとかめっちゃ。俺なんか一回買った気がするな。小学生じゃないけど。ああ、ちょっと。もうなんか耐えきれずに買った記憶があるわ。すごいね。どうやって買ったのか。まあ普通に郵便で多分買ったんだろうけど。VHS?VHS VHS を買ったわ。すごい。通販で。勇気あるなそれ届くんでしょだって。届く。絶対親見るじゃん。だ見る前にも見つけなきゃって気持ちで。常にポストを探してる。そうそう。それで発見して、やっぱその、初めて見た時の感動はやっぱりすごかったですね。あ、それはすごいね。自分の手でそれを買って、本当に届いて、うんうん、本当に見れるんだって。ただ画質はクソ悪くて。そうだろうな。うん、あ、こんなもんかと思いましたけど、届くまでのやっぱドキドキとか。あ、それはやっぱね、あるよね。もう今はね、こんなこと言うと。出た。これね、この話になるとダメなんで、これ言っちゃダメなんで。ダメだ、これ言っちゃダメ。今は、今何言うかバレが、まあ。みんなにバレる。これはもうね、おっさんの上等句ですから。それだけは言っちゃいけない。実際、ヨッピーが言ってましたからね、こういうと。まあまあまあね。まあ、今はそのね、ハードルが低い時代ですけど、そうそうそう、うん、でもまあ、本当に昔はね、そのエロビデオ一つ買うのもっていう、うん、いや買ったことないな、その若い時は、うん、ね、深夜番組とかちょっとでもエロそうなのやつあるともうすぐ録画予約してあ、そう、でも録画予約もできないじゃん、うん、バレるから。それあ、俺はなんとかやってましたよ。あ、すごいね。なんとかやりくりして、まあ、ギルガメッシュナイトとかはね録画してました。マジで、うん、すげえエースだなエース、家犬のエースあの昔あったゲームギア、あ、ゲームギアってあったじゃないですか、うん、あれってテレビが見れたじゃない、うんうんうん、それを知ってめっちゃ欲しいと思ったんだけど、うん、まあ、買ってもらえなくて、うん、まあ、中学の時だね、友達が買ってて、うん、はいはい、ちょっとそれ貸してくんないっつって、うん、その飛行機のゲームめっちゃ面白そうじゃんっつって、うん、俺はただギルガメが見たかっただけなんだけど巧妙なそれは言えないじゃない、うん、俺はそれすっげえ面白そうだなっつって、うん、で貸してもらったんですよ。で借りて、うん、その飛行機のゲームはもう捨てて即テレビつけようと思ったらつかないのね、うん、あれなんでかと思ったら、なんかアンテナとかが必要なの。あ、チューナーがいるんだ。そう、チューナーが必要なの。それだけじゃ見れないの。うわ、騙された、うわ騙されたと思って、うん、チックしようと思ってでもやんないで、飛行機って全然面白そうじゃなかったからやんないでほっといたら、うん、うちの兄貴がやってきて、うん、何その飛行機のゲーム面白そうじゃんっつって、あ、こいつ絶対ってやるぞと、そうギルガメ見ようとしてるっつって、うん、ああなんかいいよ借りるっつって、うん、いいのっつって、うん、借りてて、でチラッと見たから即捨ててた。チューナーねえのか、チューナーねえのかっつって、その飛行機のゲームかわいそうですね友達はね。アリチャアリアワ、さて先々週かな、僕とお寿司さんでそのなんか40までにやりたいことっていろいろあるよねみたいな話をしてたじゃないですか、はいはいはい、しましたしました。僕がまあ耳かきしたくて、うん、お寿司さんはあの目の周りに堤防を作りたいっていう、そこじゃない、その後に堤防を作りたいわけじゃないんですよ、うんうんうん、テーブル作りたいわけじゃないけど。じゃないけど、そこの中にあの油を入れてね、全部説明させないといけないんで。なんか目の中をきれいにしたいみたいな、なんかいろいろやりたいことあるねって、ええ。で、みんなのやりたいことをこっちでやってみるみたいなのもいいんじゃないですかっていう話をしてたら、ええ、結構ね、来た、皆さんから、リスナーの方からやりたいことが届きまして、絶対届かないと思ったら、よかった、ね、嬉しい。今回ばっかりは結構来たんですよ。なんでちょっと何個か読ませていただいてもいいですか。あ、ぜひお願いします。ね、ハイカラハクチさん、はい、ありがとうございます。はい、原宿さん、お寿司さん、こんにちは。はい、第124回で募集されていた
一度やってみたいことについて、私もちょうど最近友人と同じ話をしていたのでメールを送りました。はいはい、私と友人がやってみたいことはアーチェリーです。あー、なるほどね。確かにね。で、結構高いイメージ、高いってその値段が高いみたいなイメージがあったんですけど、うんうんうん、はいはい、町田の方で1000円程度でアーチェリーが体験できるところがあると。へえ、ね、でこれちょっとやってみたいなみたいな。あ、そんな具体的な情報までくれて、うん、そう、具体的に町田に行けっていう情報までいただいて指令ですね。アーチェリーね、確か弓って一回も打ったことないかも。ちゃんとね、ちゃんとね、ちゃんと弓を打ったことはないかも。ちゃんと弓打ったことはある人はなかなかいないと思うよ。映画とか見ると結構気持ちいいじゃないですか。もの、うんうん、のけ姫でさ、足高が弓でバーンって切るところとか見ると、あの音いいよね。そう、あの引き絞る音とか、あ、そうそう、キキキキ当たった音の高い、うん、ターンとか、ターンとか、あれ見るとやっぱ気持ちいいんだよ。あ、なんかちょっと気持ち良さそうって思うから、うん、弓はいいかもね。弓、ただ俺ね、うん、ちょっと懸念があるけど。懸念が、はい、あの弓みたいなもんでさ、うん、銃ってのはあると思うんですよ。ピストル、実銃を撃つってこと、うん、ハワイとかで。そうそう、俺は撃ったことあるんだけど。あるんだ。うん、あの撃っても、うん、当たった感覚全然しないんですよ、銃って。ああ、手応え、手応えゼロ。まあ、まあ、確かに、ね、反動はあるけど、遠距離の武器だからね。そうそうそう、だからなんか、え、当たってんのかなっていう感じの面白さがあんまなくて、うん、ああ、アーチェリーももしかしたら、うん、なんか当たった時の気持ちよさってあんまないのかなっていう。あ、確かに、こうピュッて打った時に、うん、んみたいな何でこの効果みたいなになるかもしれない感じで終わっちゃうってことね、うん、でもやってみないと分かんないね。それはやってみ、僕もぜいさんもね、やったことないんで、ちょっとありはありかな。そうですね、うん、あとはね、うん、キャバイトさん、キャバイトさん、うん、ありがとうございます。原宿さん、お寿司さん、こんにちは、はい、40までにしておきたいことのコーナーですが、はい、ぜひ無印良品のレトルトカレーの食べ比べをしてほしいです。お、約30種類のカレーが販売されているらしいのですが、私は3種類くらいに偏ってしまうので、お二人が気になったものを食べてもらいたいです。なるほど、無印のカレー確かにいっぱい出てますよね。いっぱい出てて、しかもなんかうまいらしいっていう話を聞くんですけど、俺あのグリーンカレーと、うん、レッドカレーとイエローカレーだっけな、うん、それは食ったことある、うん、うまいですねうまかったですね。でもなんか確かにね、どの味がいいのかって全くは知らないんで、うん、確かにな、そ、検証になっちゃうな。でもね、検証というか、まあこういう食べたことないやつ食べるみたいなコンセプト、うん、まあそれもそっか、やりたいことっちゃそうか。そうそう、だってお寿司さんがさ、今年の初めの方に生春巻きを今年はどんどん食おうぜみたいな話をしてたのに、一回もあれから食ってないけど、なんだったのあれ。そんなこと言ったことは覚えてない。今年は生春先生としてやっていくみたいなことを車の中で言ってましたけど。いや、生春巻き大好きなんだけどね、うん、全然食べない。全然食べないし、全然その話もしないこういうスタンスのやつもいるってことを分かってほしいよ好きなんだけど全然食わないやつっていうのがいる。生春巻きね、本当にどうしたんだっていう一回さ、一緒に食べたじゃん、うん、行ったっけ。なんかだいぶ昔に、うん、今年の初めの方に飲み屋行って、はいはい、生春巻きせっかくだから頼もうっつって、行った行った行った、なんか餃子屋、中華料理屋みたいなとこ行って、そうそうそう、生春巻きあったから食ってみたら、そう、あれだったんだよね、そのマヨネーズが生春巻きにかかってて、 それが全然うまくないの。そう、あれでもう嫌になっちゃったそれのせいだもう あいつのお店のせいだよ。で、ただその時に生春巻きにマヨネーズかけたらダメだねっていう話はしたね。あ、したっけ、ここで。いや、ここではしない。ラジオではしないんだけど、ね、そのお店で、そうそう、したした。生春巻きにマヨネーズかけるっていうのはもう、なんて愚かな行為なんだ。そう、本当に愚か、タブーです、うん、あれは。やっぱチリソースだね、みたいな話をして。そうそうそう。それ以来食ってないですか、ね、いやーね、ちょっと忙しくってな。本当は食いたいよ、俺も。なんでも忙しいからってさ。生春巻きぐらい食える。いやいやいや、生春巻きだってなかなかないもの。前に売ってんのいや、コンビニとかでちょっと違うでしょ、やっぱり。まあね、お店のは、ね、美味しいですよね、うん、やっぱね。まあちょっと食べ物系とかもまああり、まあ最近キムチもね、ちょっとやって、ね、やれてないですから、そろそろキムチもやる。そうですね。あともっと来てまして、はい、ね、200ミリさん。お、200ミリさん。うん、原宿さん、お寿司さん、こんにちは。こんにちは。
やりたいけどまだ実現していないことについてメールさせていただきます。はい。めっちゃいいホテルの朝食バイキングに行く。あね、あ、まあ、この方は朝食バイキングはすごい好きなんですけども、なるほどなるほど、都内で最も格式の高いホテルに行ったら、うん、朝食バイキングは一体どういうものがあるんだろうみたいな。なるほどね、うん、あ、それちょっと興味あるな、ね、ちょっと泊まるのはなかなか敷居が高いんだけど、朝食ぐらいだったら3000円4000円ぐらいで行けるんじゃないですかねと。あ、そうなんだよ、泊まんなくても食べれるんだ。食べれるところもあるでしょう多分、うんうんうん、でまあ、超一流の食事とサービスを受けてその値段ならなんか一回行ってみたいと思いつつも行けてないので。なるほど、まあ、よかったらお寿司さんがルポ漫画なんかにしてくれたらまたいいんじゃないですかねみたいな感じですかね。はい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 。朝食バイキングね、まあ、バイキングっていうのはやっぱこう人それぞれの美学というか、そうだね、なんか一家言あるじゃないですか。ありますね。そういうのをまあ語り合うみたいなのは少し楽しそうではありますよね。ああ、俺その中で言うと、うん、バイキングの多分、うん、バイキングが好きな人の中で、うん、俺みたいなやつはめちゃくちゃ下道というか、うん、下道そんな大変なことすんの。いや、あのね、俺はもう全然食わないんですよね、バイキング行っても。あ、食えない。食えない、うん、あのみんな何回も行くじゃん、うん、取りに行って行く行く。俺も1回しか行かないし。あ、そう、でもなんか分かる、そのでしょ思ったより食えないとか、そうそう、めんどくさいんだよね。あと、まあ、うん、確かに、でも、ね、飯とデザートでもう一回行くかな、うん、俺でもそれで言うと、なんだろう、冒険できないっていう悩みがあるんだよね。ああ、分かる、俺もそうです。朝食バイキングに関して、うん、まあなんかそのホテルの推しみたいなのとりあえず食って、うん、であと絶対もうご飯と味噌汁と納豆とかしちゃって、そうそう、普通のやつ取っちゃうんだよね。もうそれになっちゃうんだよね結局。うん、わかるわ。でなんかまあ他にもさ、いろいろあるんだけど、うん、もういいかなみたいな。わかるな。なんかその冒険できなさみたいなのをすごい悩みとして抱えてるんで、なんか攻めたいっていう気持ちが。攻めでやってみよう。攻めのバイキングをやりたいなっていうのはすごいあるんだよね。どっちが攻めてるかの対決もいいから。だから、うん、なんかその美しさを競うっていうよりは、攻めたなっていう感じを競いたいかも。ああ、それは面白いかも。うん。攻めたい、とにかく。まあ、一回ちょっとね、バイキング中継。バイキング中継か。生中継。あ、それいいかもしれない。バイキング収録しようか、うん。バイキング収録は少し面白そうですよね。確かに。あともう何個も送ってきてくれた方もいて。チャコさん。は、うん、ありがとうございます。原宿さん、スイスさん、こんばんは。こんばんは。アリアは124回の中で出てきたこれやってみたいの件について。私のやってみたいことは、純正ヤクルトを大きなコップ一杯に溜めてごくごく飲む。ああ、いいこと言うわ。はいはいはい。種なしスイカの皮をピーラーで全部剥き、赤い玉の状態にしてかぶりつく。ああ。ミスタードーナツの全商品を買ってきて気ままに食べて楽しむ。これらが子供の頃からの夢なのですが、大人になってもなかなか貧乏症でもったいないと思って実践できておりませんと。ああ。チャコさん。チャコさん。ぜひ試してくださいっていう。チャコさん、素晴らしいですね。いや、素晴らしいですね。こういうこともやりたいですよね。まさに俺、こういうことだったんですよ。これでも、ただラジオでやってもっていう感じもあります。いや、もうだから、勝手にやって、感想一言言うぐらいでいいんじゃないですか。うん、でも確かヤクルトジョッキでね、うん、飲んだらどんな感じなんだろう。うん、まあね、気持ちいいのかな。それを具現化してたのがピルクルだと思うけどね。でもピルクルと思って飲むのとヤクルトと思って飲むのと、ね、まあ、確かに違う、ね、まただいぶ違うと思う。確かに。あのガブ飲み感あるじゃんピルクル。あるある。ピルクルってなんだかんだまあ薄まってると思うんですよ。ピルクル、うん、ちょっとそれ試したいな。ピルクルも置いて、うん、最初まずヤクルト飲んで、ヤクルト飲んで、その後ピルクル飲んだら違うのかって。違うよ全然。ピルクルは薄まってるもん。本当に？なんだかんだ。なんでそんな感じ？いやガブ飲み仕様だからあれは。え？ガブ飲みできるよヤクルト用に作ってるからあれは。なんでそんな自分作ったみたいなこと言ってるけど。濃さが違うもんだって絶対。本当に？違う違う絶対。そっか、うん。いやだからだいぶ感覚としては違うとは思うんですけどね。確かに。でもガブ飲みしたらだいぶ濃そうだね。いやいいですね、ヤクルトガブ飲み中継。これやろう絶対。俺やるわ。これやるの？あ、中継じゃなくてもいい。まあまあ収録。あの家でやって。これならもうすぐできる。
でも意外とヤクルトいるなっていう感じ。あ、確かに。コップ、ジョッキ一杯だと。ジョッキ一杯だから、ちょっとまあ計算したらね、すぐわかるけど、うん、何本買えばいいか。あとね、冷えた八宝菜さん。私が死ぬまでにやりたいと思っていることは、クソゲーを一気にたくさん買って1日でプレイするです。ああ。私は世に言うクソゲーというものが大好きなので、ぜひお二人に異常な量のクソゲーをプレイしていただきたいと。いやー、それも地獄だな。これはきついね。クソゲーやりたくないもんな、今。ああ。やっぱあの当時だったからまだできたけど、うん、今、クソゲーってほんとクソゲーだからね。でまあ、最近ちょっとみんなゲーム実況やってるじゃないですか。ああ、なるほど。スイッチで。ああ。僕とお寿司さんも一回ちょっとね、実況してみるみたいなのがなんかまあ、ありっちゃありなのか。なるほどね。で、あとこの人がね、追伸で送ってきてるのに僕はね、うん、もう、同目したんですけど。何ですか？あんまり使わない言葉、同目を目を見開いて驚いてしまったんですけど。あの、追伸。はい。私はみたらし団子や信玄餅の余った蜜はバニラアイスにかけて食べています。うわ、これ正解じゃんと思って。俺すごいこと追伸で入れたな。いいとこ。そう、これまあ、あのね、ちょっと前にみたらし団子を食べた回があって、この余った蜜どうしたらいいのっていうのもあの言ってたんですけど、うん、バニラアイスだよと思って。なるほどね。なるほどと思いました。なんでこれが思いつかなかったんだろう当時と思って。ああ、そうか。いいですか、皆さん、みたらし団子、信玄餅の余った蜜はバニラアイスにかけて食べろと、この八宝菜さんからの。いや、八宝菜さんすごくない？すごい。これ確かにそうだわ。そうだけど、うん、なかなかあのバニラアイスってない、常備してないし。まあ常備はしてないかもね。なんかそれをそこにかけて食べるっていう、この人すごい人生豊かだな、うん、豊かな方なのか貧乏症な方なのかわかんないですけど。すごいな、発想なかったぜ。いや、これはすごいね。この発想はすごい素晴らしい。まあ、確かにみんなやっぱすごいね。いろんなことを考えて生きてんだね。ね。で、あと最後にちょっと、これちょっと僕ね、一番気になったんですけど、おかゆ祭りさん。おかゆ祭りさん、はい。原宿さん、お寿司さん、こんにちは。こんにちは。先日のラジオを聞いて思い当たる節があったので、私のやってみたいことを送らせていただきます。はい。味感。え、味、あん。カンフージェネレーションと同じ音なんですけど、まあちょっと字が違って、うん、アシュラのアに、文字の字、うん、で、観音様の観で味感、うん。味感をやってみたいと、かれこれ10年近く思っています。ほう。味感とは、梵字のアという文字が書かれた掛け軸のようなものの前に座って、ほう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 、この字を見ながらあーと長く声を伸ばし瞑想する座禅の一種らしいです。へー。一人で行くのが不安だったので家族や友人を何度か誘ってみましたが誰も興味を示してくれず未体験のままです。なるほど。味感をやると一体どんな気持ちになるのかずっと気になっています。へー。これす僕初めて知ったんですけど、こんな瞑想があるんだって。まあ、初めて調べたら実際あって、あの掛け軸を見ながら独特の呼吸法をして瞑想をするっていうことらしいんですけど、うん、へ、こう味感やってみる、これすごいなと。やってみたいと思ったことがないけどね。知らなかった俺、こんなのあるなんて。ね、俺いいじゃないですか、味感。味感、うん、どんな気持ちなんだろうね。でもまあこういうちょっとアクティビティというか、まあ体験もの、うん、それもう家でやっちゃいけないんだよ。いや、どうだから、その呼吸というか多分やり方を教わんないと分かんないと思うんだよね。そうなんだね。で、なんかまあそのね、お坊さんなのか分かんないですけど、その人が言ってることとかも多分話せるし、ラジオで。なるほど。なんかこういうちょっとこうインナースペースというか、はいはいはい、内に向かっていく感じとかもいいかも、ね、なるほどね。今まで知りもしなかったことが急に出てきて、ちょっとこうスピリチュアルな方にありっちゃありやは行くみたいなのも、あえてね、あえて行くみたいな。あえて、まあ、そんなその怪しいことはしないですけど、こう内向きの、そうですね、こういう方向も、まあでもいいかもしれないですね、うん、というわけで結構皆さんからのメールが届いてるんでいいですね。こういういろいろご意見をいただくっていうのは。あ、そうですね。まさかこんな来るとは。朝食バイキングラジオは面白そうだな。これやりたいかも、ちょっと。でもなんか結構、
あれよね、選択肢あるとこ行かないとさ、選択肢ないとこ行っても多分何の広がりもない。そりゃそうだね。ビジネスホテルのバイキング行ってもしょうがないわけでしょ。うん。だから豪華な朝食バイキングに行っても目移りしちゃうけど、うん、そうだね。その中で、なんか発見を言ったりとか、うん。なんか縛りを作る。縛りか。一人 5品までとか。わあ。さ、結構悩むよ。悩むね。うん。そういう、なんか苦悩とかも、ラジオにしていったりとかしても、ありかもしれないですね、うん、これは。そうですね。なんで、ね、まあちょっと、何やるかわかんないですけども、はい。実際にこう体験をしてラジオを撮るっていうのを近々やりたいと思ってますんで、ええ、はい、まあ、まずはあれもうちょっとやってみたいですね。うちらが言って最初に言ってたね、うん、耳かきと堤防堤防じゃないなんて名前かよく分かんない、ね、うん、というわけで明日あのゴリラ川柳の本発売になりますんで、そこだけはちょっとぜひぜひね、皆さん重ね重ね、まあね、なかなかか、うん、絶対売れないじゃねえかってさ、うん、まあ正直、最初の方は思ってたんですけど、うん、やっぱやっていけばやっていくほど、うん、なんかね、うん、売れんじゃねえかなっていう気がどんどんしてきてね。なんか騙されてるってことさ、なんか、だから。自分を騙した。いやいやいや、いや、もうだから、うん、本当に、買わないと損だなって今思ってます。うん、もうそう、買わないと損って言い方が良くないよね。いや、なんて言えばいいんですか、じゃあ。脅迫観念をさ、刺激してる。じゃあ、買わなくても損ではないです。あ、そっちの方がいいね。そう、普通じゃん。そう、そう、みんなそうです。俺、そういうの嫌いなんだよ。なんか、見ないと損とか。ああ。見ない人は人生の半分損です。なわけねえだろ。嫌い、嫌いなんだ。なんか押し付けんなよって思っちゃうんですよね。お前のその人生半分さ。なるほどね。あと、なんだろう、なんかあるじゃん。一生のお願いとかさ、重いんだよね。そんなこと言われなくても俺が見に行きたいもんね。急にこんなキレられちゃったよ。そういう僕言い方が嫌いなんです。じゃあとか、じゃあ違いました。うん、違います。はい、買ったも買わなくても一緒です。うん、正しい。人生に何の変化もない。何の変化もないです。うん、ただ俺は買ってほしい。正直な。これは正直でよろしいですね。じゃあ1000円払おうかなと。なりますから。そんなんですか、みんな。うん、そうですよ。でまあまあ、なんかその書き下ろし要素もね、ある。あ、そう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 、そうなんですよ。うん、まあ、新しい川柳が、うん、10個ほどあんのと、他にもね、いろいろと、うん、ゴリラが家に、うん、結婚をも求めてやってきたっていう、はい、話とかね、話っていうかね、なんかね、とにかくね、はい、意味ないページ、全部意味ないページにしようと思ったんですよ。だから、うん、ゴリラが結婚の挨拶にやってきたらどうなんだろうなっていうのを、はいはい、書いてみたとか。すげえ本だ。二度と出ることはないですよ、こんな本が。あとね、はい、あとこれは究極に意味ないなっていうのがね、うん、ゴリラが、グラフを紹介してるんですよ。特に何の意味もないグラフをゴリラが紹介してるページっていうのがあるんで、奇書ですね。奇書です。奇妙な書とか。そうです、奇書です。2018年最大の奇書かもしれないですね、これは。そう、だから本当にね、なんか、見てほしい。そんなことにもう、時間を費やしてね、もう大ばかりですから、こんなのも。そうです、本当に。本当ね、俺はね、いいわ、もう、ぶっちゃけ。うん、俺、この本を作ってくれた人に、うん、少しでも、なんかね、見返りを。見返りがあればっていうことで。ので、本当、皆さんね、ぜひよかったら買ってください。これもイベントやって盛り上げていきますんで、はい、明日よろしくお願いします。ということで、はい、本日はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございました。